エイブルックナー、公共曲第8番を指揮する、星名博史2003年11月16日岡山、大学公共楽団第50回記念定期演奏会、大阪公演より、星名洋は、日本の作曲家、編曲家、指揮者。東京都生まれ、1960年、東京芸術大学作曲家卒。作曲を、長谷川義夫、指揮法を、渡辺明夫に指示。 卒業作品にて、第29回毎日コンクール作曲部門で、第1位受賞。以後作曲活動の傍ら、東京音楽大学、愛知県立芸術大学、兵庫教育大学で教弁を取り、現在は、兵庫教育大学名誉教授、作用音楽大学客員教授、浜松アクト音楽院音楽監督を務める、日本バンドクリニック委員会名誉顧問。作品は、 管弦楽曲、オペラ、室内楽、ミュージカルなど幅広く、吹奏楽では日本を代表する作曲家の一人である。管弦楽分野では、1966年より岡山大学公共楽団の常任指揮者となり、同団を全国的な水準へ押し上げた。星野アカデミー室内管弦楽団、アンサンブルイコールハルモニア名誉指揮者及び音楽、総監督、 作曲家の金田聡氏とは、東京芸術大学の同級生であり、吹奏楽の普及に共に尽力する。2009年、還元楽作品、ホルン競争曲、巫女の舞が、イタリアのポルチア国際ホルンコンクール、本選歌大曲に選ばれる。星名の吹奏楽曲は、全日本吹奏楽コンクールの自由曲やコンサートで、たびたび取り上げられ、復興、風門、 古市は人気曲である。全日本吹奏楽コンクール課題曲としてはこれまでに4度取り上げられ、その全てが公募ではなく、全日本吹奏楽連盟の移植作品である。神奈川大学吹奏楽部の演奏会に、客演式として出演が多く、これまでに4度出演している2018年時点。全日本吹奏楽コンクール課題曲4作品全て、 全日本水槽楽連盟の異色作品水槽楽への編曲還元楽への編曲補加用の個人音楽事務所。主に作品管理、他社で出版されていない作品の楽譜の出版やレンタル等を行う。ありがとうございます。